久保さん。久保さんもクラブハウスしてましたかなんかね、次から次で出てきますね。まあ僕はあの、メンバーシップでいいんじゃないですかね、YouTube の。お金もね、YouTube の仕組みで課金できるし、報酬の支払いも AdSense と一緒だし、あの、楽ですね。<laughs> めちゃめちゃ楽ですね。まあ基本的に僕はあの、プラットフォームで課金あんましないので、じ自分で課金していくので、 あの楽ですね、メンバーシップは、非常に。うん。大会も自由にできるし、ユーザーが。うん。だからまあ、なんだろうな、結局その、クラブハウスを使える人も使えない人も、YouTube のメンバーシップを使える人も使えない人も、オンラインサロンドも運営できる人も運営できない人も、塾を運営できる人もできない人もいてますけど、結局発信する側になれば、何やってもいけるってことですね。 だそれをクラブハウスというところにするのか、今話題のクラブハウスで、ね、じゃあ、招待制にして、じゃあいくらですよ、みたいな、に、おまあ、金取ってもいいだろうし、まあ、とりあえず、その、運営する側、運営っていうか、発信する側にならないと、やっぱお金は稼げないので、クラブハウスっていう情報をね、例えばね、今はトレンドである程度はアクセス、あの SEO のキーワード的にはアクセス多分、いろいろと、 稼げると思うんで、クラブハウスって何ですかって、今話題のクラブハウスって何ですかっていう。これ大手サイトもめっちゃキュレーションサイトとかもめちゃめちゃ作,作ってますからね、すぐ速攻。だからウェブ検索したら大手のサイト出てきますよ。クラブハウスって何今話題のみたいな。だからもうこぞってもうすぐトレンドアクセス来るからすぐ記事アップロードされてますから。多分ね、YouTube ちょっと YouTube 僕見てないな。クラブハウス。 クラブ、クラブハウスの使い方、クラブハウス、クラブハウス登録、クラブハウス招待方法、クラブハウスとは、クラブハウス光る、クラブハウス SNS、クラブハウスタカ、クラブハウス芸能人、クラブハウス招待、クラブハウスミッキーマウス、クラブハウス始め方。始め方行きましょうか。はい。クラブハウスの始め方、2万回、2万回、2万回、12万回、 話題のフットアプリクラブハウスに使い方を徹底解説します。12万回。はい。1万回、1万回。2000回、1500回。はい。あ、与ザさんもやってんじゃないですか。よ <laughs> 与ザさん、たいいや、与ザさん、与ザさん3万回やってますね。始めます。クラブハウスの使い方を教えてください。やっぱわかってますね。 タイトルの付け方。クラブハウス。これね、あの、クラブハウスっていう英語で検索する人もいれば、カタカナで検索する人もいるわけですよ。与沢さんね、両方のキーワードちゃんと入れてますね。クラブハウスの使い方を教えてください。<laughs> これ、あれ、ヨザさん、動画最近アップしてなかったんじゃないかな。やりよるな。<laughs> トレンドいくね。 またなんか動画アップロードし始めたのかなあ、あれ余沢さん余沢さん余沢さん ?2 号。余沢2号できるんですね。へぇ。余沢2号ができるのかなるほど。2号作りをしてたんですかね今まで。なるほど。はい。ということでね、クラブハウスの使い方。いきましょう。タイトルね。 だからそのクラブハウスの使い方という情報を発信する側でアクセスを集めるのか、実際にクラブハウスを運営してそこでマネタイズするのか、ね。まあ、いろんなやり方ありますけど、一番簡単な方法はクラブハウスの使い方、登録方法なんだ。まあサジストでも検索されてますけど。はい、まぁ、あ、それやった方がだただでできるし、はい、めちゃめちゃ楽勝ですよ。ね、久保さん。<laughs> ちょっとトレンド遅れてますけど。 でもちょっとね、動画のタイトル的には遅かったですね。もういに、なんかもう出た瞬間やった方がいいですね。大体みんな1週間前ぐらいに動画アップロードしてますね。1週間前。ヨザワさんも1週間前だな。うん。大体もう1週間前ですね、クラブハウス。うん。はい。では、いってらっしゃい。